じゃあ自分なりに頑張りたいと思います。おはようございます。現在の時刻は12月の10日日曜日7時17分、おはようっていう表示出てます。いよいよ大会当日ってことでね、今スタートのところに向かってるんですけれども、周りではアップしてる人が結構いて、みんなめっちゃ速そうです。目標は300位以内ということで頑張りたいと思います。すげえ嫌な予感する。はい、ありがとうございます。すごいにぎわいです。すごいにぎわい、やばいな、すごい人の量です。あ、もう前髪めっちゃ変だな。はい、それではね、今回のルートを簡単に紹介してみたいと思います。こんな感じの地図がいただけておりまして、ここスタートでぐるっと回って山入って標高を上げて気持ちよく走ってぐるっと行ってゴールという感じですね。すごいドキドキしてくる。ジュマンジみたいな音してる。え、めっちゃ緊張するんだけど。ジュマンジみたいな音してるよ。選手一言、今日はもうあったかくて最後のポジションの武田の森、僕が一番好きなコースです。行きましょう。えいえい、おー、30秒前です。3、2、1、スタート。はい、はい、はい、じゃあ自分なりに頑張りたいと思います。下り基調です。心拍165。ちょっと気をつけて。めっちゃ気持ちいいトレイル、最高だな。だいぶ標高が上がってきて、南アルプスの稜線がめっちゃ見えてますね。天井とか北岳愛の見えてます。素晴らしいトレイルです。めっちゃ綺麗。はい、5キロ経過ですね。お団子です。おはようございます、頑張ってください。おはようございます。激坂、きつい。心拍173。帽子変な感じになっちゃった。おはようございます。おはようございます。
クロス。結構体調いいな。今のところ足痛くないし。クロス。クロス。頑張ります。こういう上り坂がいっちゃんきつい。やばい、心拍上がりすぎた。第一エイドです。ちょっとここで水もらおうかな。1時間5分経過、第一関門、よいしょ、ありがとうございます。第一関門、第一関門8キロポイントです。8キロ、はい、次の給水また8キロ先になります。バナナもらいます。ここでバナナとかもお取りください。はい、行ってらっしゃい。ありがたい、水もらいます。お願いします。はい、水いい。はい、バナナとチョコもお取りください。はい、ありがとうございます。いいですか。はい、炭酸抜きコーラ。おお、炭酸抜きコーラですか。炭酸ありだ。これゲップ出るんだよな。よっしゃ、無事に炭酸ありコーラを摂取しました。次の程度はまた8キロ先。今はだいたい1時間8分だな。1時間8分で8キロ通過ってことで、なんとかいいペースかな。今のところ体調は良くて足の痛みもないです。そして見てください、この最高に美しいトレイル。緑道の木漏れ日が揺れてます。ミスチルです。今日は最高のトレラン日和だし、このコース自分みたいなビギナーにもね、すごい走りやすくてトレラン好きになっちゃうようなコースです。武田の森おすすめです。超いい感じ。はあ、めっちゃいい東やった、はあ、山綺麗です。南アルプスの稜線が見えてますね。はあ、気持ちいい、はあ、すごい、次のグループ来た。はあ、また山に入りました。はあ、ルートを誘導してくださる方々もすごいスマイルで優しくてめっちゃ元気出ますね。ありがたいです。なんか一人じゃこんな距離多分走れないけど、みんな走ってるし、誘導の方々もいらっしゃるし、応援してくださる方々もいらっしゃるから、ギリギリ頑張れるって感じ。本当天気良くて最高です。はい、10キロです。これで3分の1終了。3分の2、20キロですね。今のところ体調は大丈夫いい感じです。走りです。それにしてもみんないつ補給食とか食べてるんやろ。そんな時間ないし、水で精一杯。それとね、日向に出たり木の間に入ったり、こう瞬時に地面の起伏を捉える必要があって、やっぱりサングラスっていうのはすごい大切だなと思いますね。身体化できるアイテム、体の一部として。
下登り最高。13キロくらい過ぎたところで急に足止まりました。足が痛い。やっぱり下の廊下でなんか違和感が出た。右足の長径靭帯のあたりが痛い。左の測定筋膜。やっぱり結構安静にしたんですけどね。どうぞ。やっぱりちょっと長引いてんな。最後まで歩いてでもゴールします。頑張る。今歩いてます、やっぱね、トレランってすごいわ。負荷がすごい。登山もね、ロングトレイルもトレランもこういろんなことに興味と好奇心持ってやってみようと、何でも見てやろうというね、本もありますけども、そんな気持ちでいろいろやってるわけですよ。シオランもね言ってました。専門外のことに興味を持って持つことこそ一流への道だと。でもね、まあ、似て非なるもの重なるところもありますよ。共通していることも多い。でも登山は登山、ロングトレイルはロングトレイル、トレランはトレランだわ。多分一番筋力負荷は大きいと思う。登山の運動強度って最強と言われてますけど、トレランはまたなんだろうね。いろんなことに取り組むことで学びと発見がある。そしてみんな頑張ってて刺激的です。あざーす。15キロ、2時間4分で15キロか。一応4時間半くらいは切れるかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。第2エイドです。時間は2時間13分。いっぱい人いる。すごい。ゆずパウンドケーキとか、はい、塩タブレット。どうぞどうぞ。いただこう。ありがとうございます。おお、どうもどうも。プロハイカーいた。どうもどうも。頑張ってます。ナイスマン、ナイスマン。やばい、心臓が。え、今日はカメラマンですか？今日はカメラマンです。イエーイ。伊藤新道以来でーす。伊藤新道以来。やばい。あれ寝てましたよ。いや、大丈夫ですか？やばいっす、長径靭帯がやられて。すごい、会えて嬉しいっす。あざあざ。はい、いってらっしゃい。行ってきます。ちょっと9号、9号行ってきます。使ってください。はい、すみません。よし、これで行ってみます。いいですか？頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、よっしゃ、行ってきます。すいません、ありがとうございます。あ、なんか違うかも、マジで。よっしゃ、頑張って、行こう。あ、すげえ。え、テーピングってこんな、すごいな。行けそうな気がする。よっしゃ。はい、ありがとうございます。助かる。千代田湖、やっぱりダメだ、足痛い。頑張ってください。あと500以内で急な下りになります。急な下りか。マジか、きつ。あと14キロか。きついな。やっぱ体調が大切だな。体調が
ちょっと薬効いてきたかな。危ない。よし、登りでね、しっかり登りも整えるタイミングの一つだと思って、無理に抜かずにチーム戦で。久しぶりに KT テープじゃないテーピング使いましたけど、ダメダメだな。20キロ、よいしょ、あと10キロ。行動食いつ食べればいいか分かんなくて、とりあえず今食べてみたらめっちゃパサパサして、トレーラー向きじゃないわ。だからジェルがいいんだろうな。今日も富士山すごい綺麗です。だいぶ進んできた。 21.47、 3時間22分。よいしょ。でももう足が限界かもしれない。きつい。23キロ、3時間40分。ナイス。下りです。よいしょ。もうトレイルランニングというか普通のハイキングみたいな状態で、トレイルランナーとしてどうなんかなって思いつつ、やっぱ山歩き楽しいって思っちゃってる自分いるっていう状態ですね。よくこう後半で足が残らないとかっていう表現あるじゃないですか。その言葉の意味が頭でなく心で理解できたぜ。もうね、膝も残ってない。消耗品だわ。膝が残ってない。今は 23.66。 こちらでもここめっちゃ綺麗だ。え、いや、ここは小走りぐらいしてみるか。もういいな、ハイキングで。足が残ってない。くっそ、反省点多いな。頑張ります、最後まで。はい、ありがとうございます。水コーラポカリ、バナナチョコレートもあります。バナナチョコレート第2関門です。はい、よいしょ、第2関門。ここにあるか、もしあれ入れとく。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ほう、炭酸抜きコーラですか。はい、よし。あ、炭酸ありだった。はい、頑張ってください。食べてください。頑張ってください。第2関門を3時間58分ぐらいで通過しました。あと5キロぐらいです。もうめちゃくちゃ走りたいけど、最後まで頑張る。むせた。頑張ります、最後まで。あ、ちょうど12時、12時です。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。よし、残り5キロ。車注意。よし、足は痛いけども、このトレイルの美しさは尋常じゃないです。こんな日本の宝とも呼べるようなトレイルランニングコースが山梨にあったんですね。めっちゃ感動してる。でも膝っていうか、あ、両足きた。あと5キロ頑張れるかな。痛い。頑張ろう。ここ極上の景色すごいです。
八王子山標高600タッチ、景色抜群、いいですね。いいですね。もう一踏ん張りでしょ。よっしゃ、お、すごい富士山。よっしゃ、富士山です。頑張れ頑張れ。あ、みんな痛い痛いってる。みんな痛みとか戦ってます。今年の冬は槍ヶ岳行く予定なんですけど、あー、これダメージ残ったらやばいな。密かに目標にしていた4時間半は全然間に合いませんでした。やばすぎる。痛い。何が原因なんだろうな。やっぱ自分の運動不足か筋力不足か、この負荷に対して何かが足りてないだろうな。走り方というか着地の仕方というか、なんでみんな足痛めずにそんな勢いよく下れるの。やばい。あと10分で5時間だ。どうぞ。はい。おはようございます。お疲れ様です。だいぶゴールの雰囲気が近づいてきましたね。本当に今回反省点というか、まあ、伸びしろというかいっぱいあるのを感じました。最後まで頑張ります。29キロ。お疲れ様です。引き換え券。頑張りました。ぜひ皆さん大きな拍手でお迎えください。皆さんお帰りなさい。お帰りなさい。1513番。そして女性の選手も、はい、応答引き換え券です。ありがとうございます。いただきます。イエーイ。はい、ということでね、走ってきました。30キロトレイルランニング、ありがとうございました。運営スタッフの皆様のおかげで、すごく快適にとても綺麗なトレイルを走り抜けることができましたね。本当にありがたかったです。ありがとうございます。武田の森トレイル大好きになりました。来年走る時はもう少しタイム縮めて4時間半とか4時間ギリとか行けたらいいかなみたいな。反省点も見つかりましたんで、これからどんどん精進していきたいなと思います。ぜひ皆さんもお足元にお気をつけて山を走って楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは次の動画でお会いしましょう。皆さん健康第一で楽しく暮らしてまいりましょう。バイ。